それでは富山大学行ってみたいと思います。本日の長文の全体像はこちら。段落は12個。富山さん、設問形式はこういう感じになっております。全部行ってみたいと思いますので頑張りましょう。富山さん、第一段落でございます。こちら注釈ございますからね。富山さん、一読をしていただいた後、内容1問題でございます。まずは選択肢のあの検討をお願いします。サビさん、選択肢 Government、 政府の話をしておりますので、皆さん、該当箇所はこのオレンジの三角括弧でくくったところ、こちらでよろしいかと思います。で、皆さん読んでみると、皆さん、 Not everyone、 部分否定ですよね。つまり全員が彼の Presence、 存在、出席、それを Appreciated、 感謝していたというわけではないんですね。ですから感謝している人もいれば感謝していない人もいると。そうなってくると、皆さん、選択肢の R ですね。文頭の1。これだと誰も望んでいなかったという話になってしまいますので、選択肢のアは×ということでよろしいかと思います。サムさん、続いて選択肢のイの検討もお願いします。皆さん、これ読んでいただけるとですね、わずか6ヶ月間と書いてますね。で、皆さん、その6ヶ月という表現はこれですよね。違いを生み出すために6ヶ月を与えるとというふうに言われておりますので、選択肢の意は丸ということでよろしいかと思います。さあ、続いて第2段落と第3段落でございます。こちら注釈ついてますからね。一読をしていただいた後、選択肢のう、これが本文と合致する場合には丸、合致しない場合には×、これを検討していただけるとよろしいかと思います。で、これ選択肢の中にベトナム語という話がありますので、根拠はこの辺りになりそうですね。で、皆さん読んでいただけると、ベトナム語を話せる人は全くおりませんでしたと。で、皆さん、これで選択肢をご覧いただけますと、ベトナム語を話すことは困難という人は誰もいませんでしたということですが、皆さん、こちらですよね。ベトナム語を話せる人は誰もいなかったわけですから、皆さん、選択肢のうは×ということでよろしいかと思います。サムさん、続いてこちらの下線部 A に対する問題でございます。こちら問いの1番、検討をお願いします。で、皆さん、これ、設問の指示に具体的と書いておりますので、この下線部の右側のコロンですよね。で、もちろんコロンっていうのは下線部の右側、そこに具体例を示すサインでございますので、該当箇所はこのサニテーションから、皆さん、文末のニュートリション、そこまでを日本語に直していただけるとよろしいかと思います。で、まず一つ目がこれですよね。皆さん、サニテーションは衛生設備と書いておりますので、例えば衛生設備が不十分だったこと。そして二つ目これですね。universal。ということは皆さん、普遍的ということですので、貧困がほぼあらゆるところに広がっていたこと。そして三つ目これですね。綺麗な水がすぐには入手できなかったこと。そして最後はこれですね。田舎の人たちは栄養について無知である傾向があったこと、みたいな感じで和訳ができればよろしいかと思います。さあ、先ほどと同じ段落でございます。こちら選択肢 A ですね。本文と合致する場合には丸、合致しない場合には×をお願いします。で、皆さん、真ん中に universal、 これ本文中のこの辺りですよね。で、皆さん読んでいただけると、本文中は肯定されております。で、選択肢は皆さん、hardly、 否定語はいますね。ですから選択肢は否定、本文は肯定でございますので、これは違いますよね。ですから正解は×ということでよろしいかと思います。さあ、皆さん、続いての段落でございます。一読お願いします。さあ、皆さん、こちら内容1問題でございます。皆さん、おではなく、かの方ですね。これが本文と合ってるかどうか、考えていただけるとよろしいかと思います。皆さん、最大のヒントはこのあたりかと思います。皆さん、この極めて貧しい家族、その家族の中に十分栄養の取れた子供、それがいるというのは可能ということですよね。ですから、普通は貧しければ栄養失調に陥るはずですが、栄養が十分に足りてると。だからこそ選択肢のカーですね。こういう貧困があったとしても、栄養失調の問題、それとは関係ないですよ。ということで、本文と合致しますので、丸ということでよろしいかと思います。さあ、皆さん、続いての段落でございます。じゃあ、こちら注釈がございますからね。さあ、皆さん、問いの2番でございます。
こちら下線部 B の和訳をお願いします。デビさん、解説はホワイトボードでしますね。さあさあ、和訳いってみたいと思います。では該当箇所と模範解答書いておりますので、これは皆さんご覧になりながらですね、聞いていただけると嬉しいかと思います。で、皆さんこのオレンジのところを最初にご覧いただけると嬉しいかと思います。皆さん B 動詞がありますので、前後は SVC、 そして前置詞プラス名詞は全体で M、 つまり就職語ということでよろしいかと思います。で、皆さんどっから訳しますかということですが、主語はやっぱり一番最初に訳すとですね、綺麗に決まる可能性が高まります。そして皆さん M のところは右側から左側へ、つまり2番、3番で、ここを訳し切った後に次の主語のところに行っていただけると嬉しいかと思います。そして皆さん動詞はなるべく後回しの方が綺麗に決まりますからね。ですから青色の主語の後はこの緑の主語で、皆さん動詞はなるべく後回しでございますので、6番目はここですね。そして皆さん必然的ではない、それを訳し終えた後に青色の動詞、それに戻していただきますと綺麗に決まるかと思います。ですから訳す順番は大体こんな感じでいけるかと思います。じゃあ皆さん実際に行きますね。もし何人かの子供たちが不利な立場、もしくは不利な状況であるにもかかわらず健康であれば、それは栄養失調が必然ではないということを意味したみたいな感じになるかと思いますので、参考なさっていただけるとよろしいかと思います。それでは続いて内容1問題でございます。選択肢のお本文と合致するかどうか検討をお願いします。これ選択肢真ん中にアンコール、これがおりますので、本文中このあたりですね。で、皆さん照らし合わせて読んでみるんですが、選択肢文末パニッシュメント、罰の話が本文中にあるかと言われたら、どこにもないのでおは罰ということでよろしいかと思います。さあさん、第10段落でございます。こちら注釈ございますので、それを意識して一読をお願いします。さあさん、最終段落でございます。注釈はこちらにございますからね。で、皆さん一読をしていただいて、問いの3番検討をお願いします。皆さん、設問の指示に2つという表現ございますので、まず皆さん1つ目はここですね、下線部直後でよろしいかと思います。ですから少なくともこの辺りが欠けてあれば点数はもらえるはずだと思います。ですから1日に4回子供に食事を与えること、もしくは皆さんこの括弧の中を書いていただいてもよろしいかと思います。皆さんちょうど括弧の中にバットがいますからね、つまり筆者の主張ですから、1日に2回ではなく4回というふうに書いていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん2つ目はどこに書いてあるのかということですが、こちらにオールソーがいますよね。そしてディファレントもありますから、この1つ目と違っているということですので、2つ目に該当しますね。で、皆さんその右側読んでいくと、 most parents、 ほとんどの両親、大部分の両親ですから一般論で、それがあって皆さんやっぱりバットありますよね。つまり普通とは違う、ですからバットの右側を訳出していただけるとよろしいかと思います。ですから健康的な子供たちはより積極的に食べ物を与えられていた、でもちろん時数制限は特にないので、このあたりまで含めていただいてもよろしいかと思います。ですから健康的な子供たちはより積極的に、そしてもし必要であれば両親によって手で与えられていたみたいな感じで追加をしていただいてもよろしいかと思います。それではお疲れ様でございました。皆さん和訳の問題と記述説明たくさん行ってきましたが、問題は訳す順番ですよね。で、これを間違えてしまうと構造がおかしくなったですね、減点対象になってしまいますので、点数を取りに行くための訳す順番再確認していきたいと思います。まずは丸1番、主語はできるだけ早く訳しておくときれいに決まります。そして丸2、動詞はできるだけ後回しですね。そして最後、前置詞プラス名詞、つまりは M に相当する表現は右側から左側に訳し上げるとうまくいく可能性が高まりますからね。ですから基本はこういう感じになるかと思います。ですからこの順番を意識していただきますと、大きく減点されることは防げるかと思いますので、ぜひとも参考になさってください。